どうも皆さんこんにちは、星座ライダーのチャンネルへようこそ。今回はクリスマスのテーマのグミを紹介したいと思います。まあ今1月ですけど、1ドルショップで買ってきたグミをね紹介したいと思います。それはこちらです。フロスティーザスノーマンガミーズの紹介です。フロスティーザスノーマンのグミ、可愛いキャラクターが載ってありますね。3つの味があって、ブルーラズベリー、ストロベリー、そしてグリーンアップル。デザインが結構いいですね。こちらはこういう感じです。値段は1ドル25セント、日本円で150円ぐらいです。どういう美味しさなのか期待してます。こういう感じになっております。もぎもぎフルーツの香りに似ています。結構カラフル、ブルーラズベリー、ストロベリー、グリーンアップル。安物でできてあるからスノーマンの顔がよく見えますね。細かくできてない。それではじゃあブルーラズベリーの方から食べたいと思います。いただきます。あ、かなり美味しいですね。 100% 人工的な味ですけど、フルーティーでうまいです。ちょっとしたジューシー感もあって驚きな美味しさですね。ストロベリー、ストロベリーも抜群だ。ストロベリーをそのまま食べてる感じがします。インパクトがあって嬉しいですね。最後にグリーンアップル。グリーンアップルの方も超うまレベルですね。最初から最後までリンゴ味で、変な後味とか全く入ってありません。一気に食べたいと思います。フルーツパラダイスでうまい。点数は間違いなく100点満点。もう本当に驚きのグミでしたね。値段が安いので安物のグミだと思ったんですけど、全く違いますね。フルーティーな美味しさがちゃんと入ってあって、食感もいいし、一番好きだったのはストロベリー味でした。思ったよりすごかったです。こちらおすすめします。もし見たら買ってみてください。フロスティー・ザ・スノーマン・ガミーズの紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。どんどん食べた食べた